きしな。照れちゃって可愛いんだから。西野は優しいな。それはその、人として当然っていうか、あんなの聞かされちゃったらそうなるでしょ。そんなの、こう言われてもどうしたって気になっちゃうね。おはようございます。あ、先生来た。あら、西野くんと水谷さん、なんか顔が赤いわね。なんでもないんです。あらあら、なんか息が合ってるわね。ですから、ほらね。違うんですってば。仲がいいわね。他のみんなは？拾うって二人ともワンコじゃないんだから。もう片方はあんまり動きたがらないワンコかな。はるちゃん、お邪魔します。吉野ちゃん、いらっしゃい。こんにちはって、にゃー先輩、なんてとこから。そうなの？すごいね。ずっとそうだったから、玄関から行く方が違和感あるかしら。って誰か来たね。行ってくる。勝手知ったる。なんとやら。それはそうだ。
だけど。こんにちは、お邪魔します。あ、さやん、いらっしゃい。お邪魔します。オオカも来たよ。ちょうど入り口で会ったの、よかったわ。一気に賑やかになったわね。あ、それなら私も。あら、そのくらい私がするわよ。にゃー先輩はたまには座っててください。私先に来てたんだし、何もしてないのはあれだから。そう？じゃあお願いするね。任せて。リシナ、お茶とかお菓子ってどこ？グラスとかはその戸棚から適当に出しちゃうよ。メモメモ。わーい、お菓子お菓子、食べていいの？うん、どうぞ。飲み物もあるから。オオカちゃんは何がいい？このグラスでね。やったー。ひとまず昨日は吉野も西野くんもご苦労様でした。ありがとう。おかげさまでお金の受け渡しの瞬間をバッチリ抑えられました。吉野には大変危険なことをお願いしてしまって申し訳なかったですが、これで一つ材料ができました。正直なところ言うと、二度とはやりたくないかな。そんなに大変だったの？大変というか、うん、あれはなんていうのかな、生理的に無理みたいな。もしかして何かセクハラみたいなことされたの？そういうわけじゃないんだけど、うん、とりあえず大事にはならなかったから大丈夫ですよ。ならいいんだけど。セクハラって何？千歳さん。その性的嫌がらせのことですね。性的嫌がらせ、うん、よくわからないけど嫌がらせなのか。それはよくないね。ええ、悪いことですから、やっちゃダメです。はいはい、本題に戻します。それで、吉野の尽力で証拠は一つ確保できましたが、正直なところ、それだけではまだ足りません。
はい。一つだけでは決定的なダメージを与えられません。はぐらかされることも十分考えられますし、最悪その二人を切り捨てられれば終わります。切り捨てるって、二人とも協力者っていうか関係者なんでしょ？はい。でも組織というのはそういうことを容赦なくするものです。特にあの手の思想的な団体の場合は。ですから、万全を期すためにはまた別の人の不祥事の決定的現場を抑える必要があります。すごい徹底的なのね。でも別の人の不祥事ってそんなにゴロゴロ転がってるものなのでしょうか？それが転がっているから笑えるというか、気のことながら心配してしまうというか。私が調べたところ、アブソリュートの委員長にその不倫疑惑があることが発覚しました。不倫？あらあら、浮気してるってことです。浮気か。浮気は良くないね。それはもう本気でやっていますから。ともかく委員長ということもあるので、これを抑えれば昨日の件と合わせて決定的な証拠にできます。それは分かったけど、不倫の現場とかどう抑えるの？あれ、週刊誌のカメラマンみたいに張り込むの？でも張り込みって同じ場所にずっと何時間、それどころか数日いたりするんでしょ？そんなの私たちには無理じゃないかしら。はい、皆さんの疑問についてはもっともですし、その点に関しては承知しています。なので今回もまた潜入して証拠をつかむつもりです。え、また？人の家に入るのはまずいと思われます。もちろん個人宅じゃありません。そもそも不倫というのはそのすでにお互い相手がいるのですから、会うとなれば必然的に外です。そうか、それはそうね。でも外で会うところを証拠として抑えるのであれば、結局張り込みになりませんか？はい。ですが今度の作戦に関してもどこで会うかは把握できていますので、張り込む必要はありません。そうです。なので会う場所に潜入するということになります。で、今度はどこに潜入するわけ？どこかデートスポット？それも考えましたが、
それだとただ一緒に出かけた程度の話にされてしまいます。このため、その、どうかしたの、さやちゃん。いえ、その潜入するのは不倫現場となるラブホテルになります。え、はあ、はあ、そこで皆さん黙らないでください。そうだよ、そんな、さすがに、それはちょっと思いがけない単語だったわ。ラブホテル、これは恋愛研究の中でもかなり上位に位置するテーマですね。爆弾なの？ラブホテルっていうのは、その、普通は恋人同士が泊まるホテルですね。恋人が泊まるからラブホテルなんだ。おう。そうよ、オオカちゃん、はあ、純粋なのっていいな。ラブラブな恋人泊まる。じゃあ話を戻すけど、計画としてはその委員長と不倫相手が行くであろうラブホテルに潜入して、二人が部屋に入るか出るところを押さえればいいのかしら。いえ、それなんですが、部屋の出入りの瞬間を撮るのはできるようならで構いません。え、できるようならってそれがメインじゃないの？いえ、出入りの瞬間ですとどうしても顔を合わせることになります。それだと相手が逆上して万が一の危険もあるので、うまくやれるようならという感じです。ええ、だから潜入なんです。待って、潜入ってどこに？不倫現場となる部屋の隣の部屋に潜入します。そこで壁越しに、その不倫行為の音声を録音するんです。大丈夫です。このためにかなり高性能の指向性の強い盗聴器を用意しました。そこまでしなきゃいけないの？はい、今も言いましたが、
出入りの瞬間の写真は危険を伴いますから。徹底してるのね。千歳に調べてもらって私が購入しました。正確に言うと父名義でですけど。それは大丈夫です。どうも父名義や北条学園名義で怪しいものを購入している節があるので。だったらそれも不正かなんかの証拠として押さえといたら。はい、それは考えていますから大丈夫です。とりあえず次の計画の概要はそのような感じなのですが、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それじゃ計画についてはいいとして、これを実行する上で大事なことを決めなくてはなりません。誰が実行役になるかね。その通りです。ただ今回はことがことと、行く場所が場所だけに男女二人のペアにならざるを得ません。そうですね、この中に男子は仁科君一人しかいませんから。じゃあ女子側は誰かってことね。そうだね。はい。とりあえず桜花は 100% ありえませんね。そうだね。私も今回は辞退します。あ、うん、それがいいかな。行く場所が行く場所だからこそです。桜花は論外にしても千歳も容姿的に問題があると思うけど。私とサヤとミャー先輩のうち誰か。今の観点からいきますと、一番問題がないのはミャーということになります。え、私？そうだね、一番容姿的に大人なのはミャー先輩だし。もし嫌ということであれば私が引き受けても構わないですけど、どうしますか？私もこの前のでそういう度胸はついたから、やる分には構わないよ。それじゃあ私がやるよ。せっかく押してもらったし、普通に考えればさやちゃんがその役をするのは少し危険だものね。あ、そっか、その委員長ってのにバレるかもしれないんだね。
度しか会ったことはないですけど、もし覚えられていたら厄介です。じゃあミャー先輩で決まり？はい、よろしくお願いします。わかった、頑張るね。よろしく、ハルちゃん。お疲れ様、ハルちゃん。なんか大変な役になっちゃったね。ないかな。ハルちゃんと一緒だもの。ハルちゃんは？私と一緒だと。ちゃんの何が大変になっちゃうのかしら。何慌ててるの。でもハルちゃん頼りにしてるからね。それじゃここでいいから。これ以上家のそばまで来るとお父様や関係者に見つかる可能性があるでしょ。分かってるのならいいわ。何かしら。別に何もしてないわ。別に怒ってなんかないわ。まったく、もういいでしょ。帰りますから。それで仁科先輩、ここ最近の仁科先輩と吉野先輩の雰囲気なんですが。いえ、私の見るところかなり変わっていると思われます。
私がその雰囲気を察知したのはここ数日、特に吉野先輩が変わった気がします。数日でそのような変化があるというのは、やはり何かがあった時と考えるのが普通です。そして実際先日、西野先輩と吉野先輩は野球場で不正を暴く作戦でご一緒してました。あの時に何かあったんですね。つまり、危ない仕事で不安な時の励ましと、それが終わった時にねぎらうことで、一気に株が急上昇ということですね。吉野先輩から見れば、西野先輩は素敵な男性に見えること間違いなし、と。先週末の会議の時に、西野先輩と吉野先輩の雰囲気が少し違う理由が分かった気がします。それで現在はどうなってるんでしょうか。さや先輩から、どうやら例の件みたいですね。次の作戦について進展がありそうなので連絡します。どうやら今度の日曜、委員長に動きがあるようです。そこを狙って作戦を決行したいと思います。実行者の西名君、ミャーはもちろん、吉野と千歳も手伝いのため参加してください。細かなことは先日会議した通り、また当日に改めて確認します。よろしく。西名先輩、頑張ってください。それと、終わったら、ラブホテルのこと、詳しく聞かせてもらえますか？もちろんです。研究の中でも、今回のことはそうそうあるチャンスではないので。ませんです。ねえねえ、はるちゃん、連絡見た？が決まるとなんかドキドキするね。違う。
士が言ってるのは、二人っきりでラブホテルだなんてドキドキするねってこと。どんなとこなのかな。ねえ、はるちゃんはどう思う？ドキドキしてる？日曜か。でも、もしかして、もしかしたりして、何かあっちゃったりしたら、じゃあ、ん？どうかした？あ、ちょっと大人っぽくしようと思ってデート用に買っといた服を着てみたんだけど、どうかな？よかった。これね、はるちゃんとのデートを想定して買ったのだから。
せっかくの機会だし、いいかなって。しないから安心して。うん、それにしてもラブホテルって中どんな感じなんだろうね。ドラマとかでたまに見ることはあるし、行った子の話も聞いたことあるけど、私がいる子なんか割と行ったことあるみたいだよ。すごいんだって。普通のホテルよりも下手したら豪華な作りとか、大きいテレビとかカラオケとかもあるって。行くところもそうなのかな。楽しみだな。それはそうだけど、貴重な経験には変わりないからよく見ておこうかなって。お疲れ様です、仁科くん。ニャあ、ニャー先輩の格好かわいい。そう、そう、一応 TPO を考えてみたんだけど。いいなあ、私もそういうの着てみたい。だったら今度着てみる？貸してあげるよ。え、いいんですか？あーはー、でもちょっと胸のあたりが余りそう。大丈夫だよ、吉野ちゃんも大きいんだから。あ、はいはい、そこ盛り上がってないで。作戦の確認をするわよ。はい、これが盗聴器。これ単体でもいいのだけど、千歳の勧めで指向性のマイクってのも購入してきたわ。えへん。これがあれば部屋越しでもより鮮明に音を収集することができるはずです。ただその分、当たり前だけど、これを使う部屋にいる仁科くんやミャーの物音もバッチリ録音されるから。変なことはしないでくださいね。先輩照れてる。やめて、からかわないでよ。使い方はこのスイッチを押せば、あとは自動で録音し続けます。止めるのもこのスイッチ。うまく音が取れるよう祈ってます。だからターゲットがホテルに入るのと同じくらいのタイミングで入って、部屋を確認して隣の部屋を確保してください。隣が空いていない部屋を取られそうな時は阻止で。
そこは仁科んのアドリブ力に期待します。頑張ってね、ミシナ。あ、みんな、し。ええ、あそこにいる二人、わかるかしら。あのスーツの人と。その隣のタイトスカートの女の人ですか？そうです。あの二人が今回のターゲットです。うん、覚えたわ。はい。気をつけてください、仁科先輩。ラー先輩も気をつけてね。ありがとう。じゃあ、ハルちゃん。よろしくお願いします。しなきゃラブホテル入るのに怪しまれちゃうわ。ほら、あの二人も入りそうだから急ぎましょう。何やってるのかしら、あの二人。積極的なのです。なるほど。ああやって女性からエスコートをするのですね。半分はニスナの子がからかってるんだと思うな。そうね。私もそんな気がするわ。とりあえず、委員長が入るところは撮影したから、場所を移動して終わるのを待ちましょう。さや、ターゲットだけじゃなくて仁科とミャー先輩が入るとこも撮ってなかった？ギク、気のせいよ。そういうことにしといてあげる。
言っても私そういうのわからないから、はるちゃんにお任せ。お待たせ。じらせてくれるな。それじゃこっちに来るんだ。ええ、今日はどういう風に。うん、いつもので頼む。わかったわ。委員長、これは一体何ですの？待っている間我慢もできなかったんですか？こんなに先走りを垂らしちゃって。いや、これはだな。犬だってちゃんとしつければ餌を前にして我慢することを覚えるんですよ。もしかして委員長、犬以下なんですか？もっと攻めてくれ。まったく本当に性がありませんね。それじゃあ早くその服を脱いでください。ああ何を脱ぎ散らかしてるんですか？子供じゃないんですから、だらしないと思わないんですか？いや、そんな、早くしてもらいたくて。がっつかないでください。あんまり自分勝手だとしてあげませんよ。そんな誤称だ。はあ、もう自分がどれだけ惨めに哀願してるのか分かってるんですか？分かってるから俺のことを叱ってくれ。もう我慢できない。
お願いだ、入れさせて、先っちょだけでいいから。先っちょだけとか言って、どうせ全部入れちゃうのでしょ。いつもそうなんですから。すまん、すまんな。こんな奴のためにその綺麗な体をさらけ出してくれて。構いませんわ。私だって楽しみで、その待っているんですもの。さあ、そのたくましいの入れていいんですよ。はあ、行くぞ、入れるぞ。いつもながらみずみずしくて熱くて締め上げてくる。いいよ、いいよ。太い、もう脈打ってる。すまん、もう出る、あ、出る、ああ、熱い、出てます、熱いのが。まったくもう、私のこと全然気持ちよくしてくれてないじゃないですか。そんな無能な人にはお仕置きしないといけませんね。ああ、してくれ。この早漏にお前のお仕置きを食らわせてやってくれ。どうだ、最近は。そうね、いつも通りって感じかしら。付き合う男もできないわ。そうか、うちもまあいつも通りだな。もううちのと最後にしたのがいつか忘れてしまったわ。あらあら、そんなじゃ奥さんかわいそうじゃない。あいつの方から願い下げを食らったんだがな。あなたみたいな早漏としてもつまんないって。あら、それはひどいわね。別に早漏だっていいじゃない。そう言ってくれるのはお前だけだよ。昔付き合ってた時からそうだったものね。私はたとえ早くてもあなたのおちんちんが好きだったから。変わらないわね、私たち。そうだな、昔からこんな関係で
俺が政略結婚もどきで結婚してからも続いてるしな。何なのかしらね、私たち。ま、それを言うなや。こうしてこっそり会うときだけ昔に戻れるんだから。そうね、こういう腐れ縁もま、いいかもね。よし、またできそうになってきたぞ。二回戦、行くか。出すのも早いけど、また立つのも早いわね。ええ、来て。今日は二桁は出してもらうわよ。さすがに何回か延長しないと厳しいな。よし、じゃあ、ほーれ。二回目だからって、いきなりなんて、いいわ。連絡来るまではすぐそこの喫茶店で待ってた。ずるいな、こっちはもうヘトヘトなのに。お疲れ様。ターゲットの二人は？なるほどね。そしたらあの二人が出てくるところも写真に収められそうね。ええ、構わないわ。ホテルから出てくる決定的瞬間を撮れればそれで終わるから。うん、任せて。
あ？なんだって。お前ら、何してる？まずい、バレちゃったよ。そこの人、すみません。おお、なんだお前は。おお、ちょっと道を尋ねたかっただけなのに怖いです。そんなことか、後にしてくれ。俺はあいつらに用が。いや、総理、どちらに行かれるのですか？ Oh, thank you! この店なんですが。それでしたら、そこのクアドラングルというショッピングモールの中ですね。おい、こら！そんなのの相手をしてるんじゃない！あいつら、もうあんな遠くに。いわいわしい。くそ、お前たちのようなクソガキはみんな教育所にぶち込んでやるぞ。なんかさ、前に上川理事長がさ言ってなかった？そういう輩は隔離して特別プログラムを受けてもらうことになっている。急ぎましょう。もし彼が諦めてなかったら危ないわ。それもそうね。戻るまでは気を抜かないようにしましょう。でも、あなたが原因でみんながこうなってるのよ。それについてはどう思うかしら。それは、ごめんなさい。そう、悪かった時はちゃんと謝ればいいの。そうだね、
くしゃみとかどうしても我慢できない時はあるよ。ありがとう。次からは気をつけるね。とりあえずみんな落ち着いたかしら。はい、やっと呼吸も落ち着いてきました。じゃあ改めてみんなお疲れ様。最後にちょっと慌てたけど、前回に続いて作戦は無事成功です。特に潜入してくれた仁科君とミア、ありがとう。私たち息を殺して聞いてただけだから。はっ、これは噂に聞く修羅場という状態。それぞれの反応と行く末が気になります。それは写真と一緒に保管しておきます。よしの、カメラいいかしら。とりあえずこれで今日は解散でいいかしらね。そうだね、最後の最後で疲れたし。おいしそうね。動けない状態であれを延々と聞かざるを得ないのはきつかったかも。面白い展開になりそうですか。
な。そうなってたらよかったのにな。でもそれだったらもう来てくれてるよね。いっそ私の方から行っちゃおうかな。しな、今日作戦会議の続きをするんでしょ。じゃあ一緒に行っていい？
しのちゃんも。みゃ先輩、こんにちは。あ、そっか、同じクラスだものね。はい、みゃ先輩は仁科を待ってたんですか。うん、何もない時は一緒に帰ることも多いし、今日は例の会議だからね。そっか、うん、さすが仁科との付き合いが長いと違うな。ええ、あ、うん、行く。あら、両手に花なんて贅沢なご身分ね。あら、さやちゃん。こんにちは、にゃん、吉野も。やっほ、珍しいね、こんなとこで会うの。今日はたまたま早く学園の方を出られたの。だから偶然よ。そっか、じゃあ仁科んちまで一緒に行こうよ。ええ、そうさせてもらうわ。はるちゃんたらハーレムね。ニシナは女子の敵だな。どうかな。わ、私？まあ、確かに女の子をはべらせてるひどい人に見えるかもしれないわね。大丈夫だよ、はるちゃん。私ははるちゃんがモテるってちゃんと知ってるから。さすがみゃ先輩、即座のフォローの入れ方がなんていうか絶妙。ふむふむ、興味深い状況になってますね。何か前を見知った人たちが歩いていたので追いかけてきたんです。ちょっと早足できつかったよ。ごめんなさい。でも一緒になれてよかったでしょ。うん、やっぱりみんないる方が楽しいからね。いやー、西のハーレムがまた巨大になってしまったね。ハーレム、
確か男性がたくさんの女性を囲うこと。でもこの状況はどう見てもハーレムです。ふむ、望まなくてもこういう状況になる。それこそ恋愛ものの王道の展開。最近流行りのライトノベルとかいう小説にもそういうのはとっても多い。つまり仁科先輩はライトノベルの主人公的存在。ほら、こんなところで喋ってないでさっさと行きましょう。時間がもったいないわ。確かにそうね。ほらみんな行きましょう。はーい。それじゃ、今日の作戦会議始めます。前々回の吉野と前回の仁科君とミアが行った作戦、なんとか成功して何よりでした。ちょっと危ない目に遭いかけもしましたが、結果的に無事だったのでいいでしょう。おかげで2つのスキャンダルの証拠を押さえたことになります。やったね。苦労した甲斐があったっていうものね。はい、本当に感謝しています。おお、構成に入るってことだね。そうしたいのですけど、私はまだそうするべきではないと思ってます。何か理由があるのでしょうか。ええ、説明するわ。そもそもスキャンダルの現場は抑えましたけれど、私たちにはこれをうまく使う術がありません。マスコミに垂れ込めばいいんじゃないの。そう、まさにそこなんです。仮にマスコミやネットに流しても握りつぶされる可能性が高いんです。どういうことかしら。今のマスコミやネットはどちらかといえば政権与党やアブソリュートの支持者が多いんです。嘆かわしいことですけど、そもそも与党とアブソリュートの結びつきも強いですし、ええ、ですからマスコミにこのネタを渡した瞬間、そちらにすり寄る連中に握りつぶされるか見て見ぬふりをされる可能性がとっても高いんです。マスコミの最大の強みは情報を流さないことですっけ。あ、それなんか聞いたことある。そういうことです。ネットはどうなの？下手をすれば私たちも身分や個人情報、学校や家まで特定されてしまう可能性があります。ですから、この入手した2つのネタはもう少し寝かせておきます。
もっと大きな、確実に相手を葬りされるようなスキャンダルを探すつもりです。え、そんなのあるの？それほどのことなんて、向こうも厳重に情報管理とかしているんじゃないかしら。はい、なのでこれは私がもう少し内部調査をしてみます。言われるまでもありません。でもみんなに危険な作戦を頼んで結果をもらっているのですから。それを無駄にしないためにも必ず何らかの情報を掴んできます。無理はしないでね。そうよ、情報も欲しいけど、何よりさやちゃんの安全が一番なんだから。みんなありがとう。それじゃあしばらくは普段通りの生活をしてて。機会が来たらまた連絡しますから。わかりました。それじゃ今日は解散しましょう。これはまたいきなりですね。なるほど。そうですね。私も最近は研究についていろいろ考えすぎてしまうようになったので。ちょっと初心を思い出すのもいいかもしれません。ええ、先輩をこの研究会に誘った手前もありますし、私が恋愛について研究し始めたのは、私がこの世に生まれた意味を知るためです。正確に言えば、自分が生まれるきっかけとなったことでしょうか。はい、私が生まれたのは、当たり前ですが、両親がいたからです。はい、ですが、私の両親はもう、この世におりません。これは気づかわせてしまうと思って言ってなかったのですが、幼い頃に二人とも病気で。いえ、もともと二人とも病弱だったんだそうです。それがこの桑都学園で出会い、劇的な恋に落ちて深く愛し合い、卒業すると同時に結婚したそうです。ええ、ですが病弱ゆえになかなか子宝には恵まれず、ようやく生まれたのが私でした。そして私が物心つくかつかないかの頃、ママが、さらに後を追うようにパパが亡くなって、私は遺言というか生前に交わされたらしい約束のもと、おじ夫婦の家に預けられて今に至っています。おじ様とおば様には子供がなくて、
実の娘のように大切にしてもらってます。はい、あの先輩、これを見てもらえますか？ちょっと恥ずかしいですけど、これです。パパとママが撮ってくれていた赤ちゃんの時の私です。はい、おじさまが言うには暇さえあれば写真を撮っていたそうです。なんか凝ったこともしてて、このデータの中にロックがかかったものがいくつかあるんですけど。はい、毎年私の誕生日になるとそのロックが一つずつ解放されていくんです。その度に大量のデータが溢れますから、ちょっと容量が心配になってしまうんですけど。はい、おそらく私と一緒にいたという記録を残しておきたかったんじゃないかと。私、思うんです。私がこの世に生まれてきた意味って何なんだろうかと。おそらくですけど、ママは私を産んだことで残り少なかった寿命をさらに削った気がするんです。パパもそれをきっと承知で、なぜママと子供を作ったのか、それほどまでのリスクを犯したのはなんでなのかと、その元となる部分に恋愛という感情、行為があるのだとすれば、それは命を賭してまでする価値があるものなのかと。なので私は、パパとママの生きた軌跡をなぞりたくて、母校のここ、桑都学園に入ったんです。でもこの学園に入った時、パパにはママ、ママにはパパがもういました。だから、私は恋愛はどういう形で成立するのか、それを研究する。恋愛研究会を立ち上げました。研究対象の中でひときわ目立っていたのが仁科先輩と美和先輩です。お二人は他人の私から見れば、そして大多数の生徒から見ても恋人同士に見えるのに、付き合っていません。これを知った時、私は驚くと同時にものすごく興味を持ちました。恋や愛、目に見えないもので結ばれているのか、それともそんなのは存在しないのか。男子と女子が付き合うとき、そこにあるだろうものを分析すれば、少しは恋愛、
パパとママが持っていた思いに近づけるかと思ったんです。はい、その勝手に研究対象にしてしまったことはごめんなさい。先輩、ありがとうございます。あ、先輩、これもちょっと見てください。はい、そうです。はい、とっても優しかったって聞いてます。あ、これは私が本当に生まれた直後の写真だそうです。この写真のパパとママはこんなに嬉しそうなのに涙を浮かべていて、私にはそれがどういうことかまだわからないんです。だからそれも体験して知ってみたいなって思ってるんです。私もママみたいに素敵な人を見つけて恋愛することができればきっとわかるって。はい。今日はありがとうございました。いえ、ずっと先輩といられましたから、そこにも一定の成果はあったんですよ。それにいろんな話もできました。今日の一番の収穫はそれですね。はい、ありがとうございました。これが恋なんでしょうか。もっともっと知りたいです。
でも。もっと積極的にならないとダメですね。皆さんお疲れ様。ちょっと急で申し訳ないのですが、今から駅前に集合できるかしら。来られる人はレスをお願いします。私も行けるよ。はるちゃん、一緒に行こう。あ、はるちゃん、よかった。いいタイミング。それにしてもさやちゃん、一体なんだろうね。そうだね。でもこれはこれで行ってみてのお楽しみみたいな感じかな。ごめんなさい、いきなり呼び出して。ううん、大丈夫、暇してたから。ちょうど駅前にいたんです。大花ちゃんと買い物に来てたので。ええ、私の都合だから吉野が悪いことなんてないわ。それなんだけど、ちょっと場所をクワドラングルに移してもいいかしら。話はそこでするわ。それじゃあ行きましょう。あんまり一箇所にとどまりたくないの。だからちょっとみんな寄ってくれるかしら。何何？
違うわ。半分くらいは父絡みではあるけど。実は私が総都学園と関わりを持っていることを父に知られてしまったの。え、そうなの？それはまずいんじゃないの？そうね、結構まずいわ。ただ例のこと自体はバレてないわ。あれは慎重に慎重を重ねてやっているから。ずいぶん冷静に危機的な言葉を発するんですね。事実を客観的に捉えているだけよ。でも危機的なのは確かね。具体的に何かされたりとかしたの？父から直接何かを言われたというわけではないの。けれど部下の人に尾行されるようになっちゃって。尾行？尾行って刑事物の鉄板のあれ？ごめん、そうだよね。さやちゃん、今もつけられてるの？その部下の人に。多分駅前で集まってもらった時にも見かけたから、今もいると思うわ。じゃあもしかしたら襲われちゃうかもしれないの？落ち着いて。別に私たちをどうこうするわけじゃないわ。チェックされているのは行った場所やどんな人と会っているかぐらい。怪しい行動さえしなければ問題ないわ。それはないと思うけど、万が一もあるから、そこを逆手に取るの。逆手ですか？ええ、私たちはどこにでもいるような普通の仲のいい学生グループ。そうアピールしておけばいいの。ところで、西野くんは明日暇かしら？暇なの？暇じゃないの？じゃあ決まりね。それじゃあこれからそのための水着を買いに行きましょう。泳ぐんですもの。水着が必要なのは当たり前じゃなくて？私？私は大丈夫だよ。私も。私もです。ボケっとしてるのさ。もう私たち行くつもりなんですか？遅いよ、はるたくん。
仁科君もいいみたいね。それじゃあ行きましょ。はーい。何も分かってない顔してるから説明してあげて、さやちゃん。はぁ、もうこのくらい読んでほしいのだけど。端的に言うとカモフラージュよ。そう、明日西戸山スパリゾートに一緒に行って、私たちがただの遊び友達のグループだって思わせるの。もしかしてハーレムイベントに気後れしちゃった？そんなの今更じゃないかな。男の子だね、はるちゃんは。よし、それじゃあセクシーな水着選んで頑張るからね、私。答えたくない気分です。嘘を教えるのは見過ごせません。嘘じゃないよ、千歳ちゃんだってそのうちね。これが持つものと持たざるものの格差というものでしょうか。現実は残酷です。あ、確かに千歳さんのおっぱいはつつましやかな。桜花ちゃん、それ以上言われると公共手術というワードを検索しそうになりますので、それぐらいで。もう、そんなのダメだからね。って、さやちゃんもよしなちゃんも私と大してサイズ変わらないくせにだんまりしてずるいよ。何言ってるんですか。仲間のふりして2サイズも大きいなんてひどい裏切りですよ。にゃー先輩のこと、これからはEカップ先輩って呼ぼうと今誓いました。やめて、お願いだから。もう、わけのわからないこと言ってないで、早く着替えちゃいましょう。外で仁科君が待ってるわよ。さやさんもおっぱい大きいよね。何センチなんですか？
お答えは差し控えさせてもらうわね。さやはね、86センチの D カップ。さっき店員さんに測ってもらってたから間違いないよ。人の個人情報をペラペラ喋らないで。アグレッシブな情報漏洩でした。女の子同士なんだし、これぐらいは良くない？だから、聞かれてたらどうするのよ。さやさん、なんだかくねくねしてる。なんでもないわ。86センチの D カップに、にゃー先輩は88センチの E カップか。なんだかよからぬことを考えていそうな空気が漂ってるんだけど。やだな、今は真面目ですって。身長は2人ともそんなに違わないですもんね。パッと見だと胸もそこまで差があるわけじゃないし。じゃあ、この視覚では判断しづらい2センチの差は一体どこに存在しているのかなーって思っちゃって。ただの個体差でしょ。ほむ、そうとも言えますね。個体差って、その人それぞれ違うって意味だよね。大きさが違うとか。乳首の大きさだけで2センチも差ができるわけないでしょ。ああ、そうなんだ。千歳さん、どうしたの？急にスマホいじって。真相を確かめようと思いまして、乳首大きいで画像検索でもしてみようかと。って、大げさだな、二人とも。そんなに大きな乳首出てきちゃった？これはすげえ。ちょっと私にも見せて。うわ、確かにこれは見事ね。身売りも立派で。って何言ってるのかしら。私、この乳首なら左右合わせて2センチはありそうですね。ということは、ニャーさんってば乳首こんななの？どうですか、ミャー先輩。自分の乳首と比べてみて。そんなわけないでしょ。私はただ胸が大きいだけなの。むむ、怪しいな。ちょっと確かめてみる必要ありだね。ちょっとダメ。それ以上近づいたら大声出すからね。もう出してますよ、ミアさん。もしかして本当にこんな感じの乳首なのかしら。だから違うってば。それにしても、乳首が大きいと感度もいいのかな。いきなり何の話？的が広いということですもんね。乳首が大きいということはつまり。そうだよね。プールに入りやすいってことだよ。私の胸をダーツと一緒にしないで。あと、乳首が大きいって前提で話をするのはやめて。その理論でいくと、
ニューリングあたりが3倍の点数ってことかしら。ほい、つまり3倍気持ちいいってことだね。つまり乳首だけじゃなくて乳輪の広い方が感度がいいってことなんだ。わあ、私たち今ものすごい発見をしてるんじゃ。ものすごいどうでもよくてわけのわからない話をしてるの間違いじゃないかしら。もうせっかくですからミャン先輩、今ここでガバッと乳首&乳輪をお披露目するというのはどうでしょう。それもう完璧にただの変態じゃないかしら。それにそんな恥ずかしいことできないわよ。でも誤解を解くにガバッとしちゃうのが手っ取り早いと思うんだけどな。オーカ、ミャーさんの乳首見たい。可愛く言っても見せません。乳首は好きな人か赤ちゃんにしか見せちゃいけないものなんだから。ミャーさん、オーカのこと嫌いなの？泣き落とししようとしてもダメ、見せないもん。ちー、残念。じゃあ私にだけこっそり見せてみません？みんなには絵に描いて伝えますから。絶対見せません。どうしたの、さやちゃん、突然。ごめんなさい、だって。こんなに笑ったの、いつ以来かしら。お腹が筋肉痛になりそう。そんなに笑ってもらえたんなら、みんなで冗談言った甲斐があったね。冗談。今結構本気でミャン先輩の乳首を見に行こうとしてたような気がするんですが。私はこんな風にいじられたの生まれて初めてかもしれないわ。そういうキャラじゃないもんね、ミャン先輩は。よし、それじゃあ一件落着ってことでパパッと試着済ませちゃおう。あれ？西名くん？こんなところで何をしてるのかしら。もしかして彼女とデート中だったり？よくわからないけど、一人で来てるわけじゃ当然ないわよね。それじゃあ私はお邪魔になるかな。先生が言ったら一緒の子もちょっと気にしちゃうでしょ。じゃあ私はレジの方に行くわね。意外だった？先生だって人間だもの。海やプールで遊びたいって思うこともあるわよ。はるたくん、
れ、マカナ先生、こんなところでお会いするなんてびっくりですね。水谷さんに高沢さん、こんにちは。なるほどね、二人も相手にしてるなんて罪に置けないわね。吉野、にゃ、お待たせ。姉さん、どうしてここに？それは見ての通りだけど。まさか同じ目的で会っちゃうなんてね。ねえねえねえ、ちょっと待ってよ。何よ吉野、ちょっと今は取り込み中。そんなの後にして説明してよ。今そうやってば、若菜先生のこと姉さんって。え、言ってなかったの？わざわざ言うことでもないかしら。そういえば同じ名字だって思ってましたけど、まさか本当に姉妹だったなんて。ごめんなさいね、隠すつもりはなかったのだけど。悪かったわ、みんなには、その、別に知ってもらうようなことでもなかったから。なんで？こんなせっかくの美人姉妹なのに。何か違うところで盛り上がってませんか？いや、だってねえ、こうして並んでるだけで絵になるんだよ。まあそれはわかりますけど。吉野、少し黙っててちょうだい。あれ、なんか怒ってる？さや、そういうわけじゃないけれど。先生も水着を買いに来たんですか？え？ああ、うん、そうよ。高沢さんたちもよね。はい、明日これでスパリゾートに遊びに行くんです。ちょっとみゃ、先生も、もしよかったら、ご一緒しませんか？ん？ほら、見ての通り、私たち女子ばっかりの男子一人で、保護者役の人がいたら安心かなって。何を言い出すの、ミャ？それは、本当に一緒していいのかしら。もちろんですね、みんな。はい、若菜先生とは一度学校を離れたとこでお話ししたかったですし。私も上川先生にはよくしてもらってますから。大川は全然気にしないよ。みんな、
何かしら。え、ああ、サヤのことだったのね。何かしら。あなたに言われる筋合いはないわ。そうね。本当？じゃあ、なんか押しかけみたいで悪いけど、明日ご一緒させてもらうわね。